飛行機見えへんか、地味に見えてる？タイミングよく飛行機が伊丹空港に行くのに、あれ着陸しようとしてる瞬間を撮影できましたね。映ってるかどうか分からへんけど、改めまして本日は9月26時刻は9時45分茨城の方に向かっておりますね。朝一ヤードでコンテナを下ろし、そこから、朝一の出番配達のコンテナをつなぎ、レッツラゴーでございます。ただいま11号池田線豊中北インター手前1キロバックというところですかね。いやー、伊丹空港の離着陸の飛行機が見れるのはいいですね。ジャンボって大きい飛行機がね、こうブワーって行く時もあるんですよ。なかなか圧巻ですよ、大きい飛行機がブワーって。帰りか、大阪市内向けに帰るときね、よう通るんですけど、飛行機がこうドゥーってね、こう大きいのがね、来よるんですわ。ですね。まあ別に僕特に飛行機が好きとかではないんですけど、やっぱああいうの見たらすげえなーってなりますよね。
泉州地区から豊中に通勤するってアホでしょ、ほんま。今思ってもアホやろと思いますもん。なんぼほどガソリン代かかんねんってね。やがましいのはね、もうつけられへんすけど、アクシス90のマフラーとかあるんやろうか。もう作ってないんちゃう、あんな。隣のトラックの人ファミチキ食べてる、美味しそう。ファミチキをチビ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 食うてますわ。男らしないの、もっとガブッと食え。気持ちはわかるけど、ファミチキうまいよね、あれ。ほんまなんなん、腹立つわ。なんもう中毒性あるで、あれ。一時ね、ようハマってたんがね、前も言いましたっけ、カレーね、一時ハマってて、ファミリーマートのカレーが300円か350円かであって、もう普通の何も具なしのシンプルなカレーにファミチキ1個トッピングして、まあ言うなればココイチでいうパリパリチキンカレー的な、そんなカレーが出来上がるんでね、
よう食べてましたね。まあ、それでも500円ぐらいかな、確か。で、肉もけんね、パリパリって、ファミチキで食べれるから、そこそこ満足感あるんですよね、あれ。開いて持ってきとるんで、ああ子供がグズってなんか今 D トラッカーかなんか止まってたな。 D トラもええよね。バイクもそうやけど車もそうやけど、こんなアホみたいに高なってんの、マジで誰？なんで？マジでなんでこんな高なってんのやろ。金ない貧乏人のおっさんの趣味でゲンチャリいじりたい思ったかで、ゲンチャリだっかいがな、なんやなあれ。あと30分やけど、これ間に合うんかこれ。おー、ポルシェ。さっきスタンドから出てきとったね。964って書いてるわ、ナンバー。ナンバー964やから964なんやろうね。知らんけど。ポルシェ、そんな左に寄って牛前見たいんやったらよ。そんな前にベタベタにつかへんかったら前見えるんちゃうんかいよ。ダサいよ。根性が貧乏人よ。金は持ってんか知らんけど、そんな前の車にビタビタについてどうするん？何が変わるん？バーカ。ひょえ合流させて。したらええと思うんやけど、なんかああいう運転する人多いよね。車とか乗ってたら、なんでなのマジで。急いでんのかな、なんか知らんけどやな。じゃあまあね、もうぼちぼち到着いたします。もう喋ってるだけでだいぶ時間いきましたな。大して面白くないのに。まあとりあえず
レバン行っていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。